Alright, so it's been a while since I've been live. It's been a while since there's been more Yakuza stuff. Alright, so here's what's up. So, work, I've been between stores again. Happens a lot. Yeah, basically one of the stores in the area, actually the last one I was at, just lost their manager. And right now that store is run completely by newbies, so they need someone there who's been around for a while. So they're sending me back to that one. I'm not really against that now that that old manager's out of the way. But still, been a lot of confusion. And top all that off, I've also been pretty sick. Like, I'm kind of just starting to get over it, but barely. I'm definitely, I would not say I'm in streaming condition right now. So, yeah, that's kind of what's kept me offline for a bit. But I still had a bit left from the last Yakuza stream. I actually thought I already uploaded it, but just gonna put it up here. It's a lot of like side quests and stuff like that. And yeah, once I'm feeling a bit better, I'll be getting back to the streaming. Anyway, that's it for me. Now back to me. Totally realistic story. Wondering when I was going to start running into side quests. お嬢様。おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって。怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。 あんたは桐生さんだったっけ？悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。
どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。数尾君、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見え透いた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ、和美も一緒に。なりません。え、でも村中、前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。 頭の固い羊だね。けど、どうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るには、せめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから。行きますよ、お嬢様。和美、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。 Okay. Yo, Kazuo datta na. Before the plot stuff. Ima wa Kazumi ka. Eh. Daijoubu ka? Nanka fukuzatsu na joukyou mitai datta ga. Fukuzatsu nante mon janai desu yo. Watashi kono mama zutto Kazuo-kun no karata nano kana? Oi. まいったな。泣いたってどうにもならねえだろ。男の体もそう悪いもんじゃ。いや、それよりなんとかして元に戻る方法を見つけたいよな。 See, that's what I would have initially just gone right to. どう階段落ちたってさ、人間中身なんか入れ替わんねえって。それじゃああれは全部芝居だったわけか。 まあね、あんたの言う通り。桐生さんだったよな。あんたを巻き込んじまったのは悪かったけど、実はこっちもちょっと訳ありだったんだよ。どんな訳だ？俺と入れ替わったって言ってた女の子、和美はあの石見一族のお嬢様の一人でね。石見だと？ ああ、本家ではないけど、かなり本家筋に近い、つまり本物の金持ちってやつさ。こんな俺と和美が付き合ってるなんて誰も信じちゃくれない。そうだろうな。和美は家柄や血筋がいい割にまともな子でさ、人の生まれとかよりちゃんと中身を見てくれる。要するに俺もあいつもマジなんだよ。 けど、周りの人間、特にあの村中って羊は、俺たちを必死に引き離そうとしている。彼女の親を説得して海外留学を勧めてるんだ。もしそうなれば、俺たちはもう二度と会えないかもな。なるほど。だからそうはさせないために、さっきの芝居を打つ必要があったのか。 娘の中身が他人と入れ替わってるとなりゃ、元に戻すまでは二人を引き離せないだろう。That's where that's going. Just standing there like, what the hell is he still doing here? もしかしたら本当かもってくらいでいい。それでも俺らが入れ替わった芝居を続ける限り、誰も二人を引き離すわけにはいかないはずだ。突飛なことを思いついたもんだ。 全部お前のアイディアか？いや、彼女だよ。なんかそういう映画だかドラマを見たことあるんだって。なるほどな。あ、ちょっと待った、桐生さん。
村中だ。カズミのお月の。多分俺を迎えに。いや、お前一人を迎えに来たにしちゃう。人数が多すぎるようだ。まあとにかく、俺はまたカズミのふりすっから、キリュウさんも話し合わせてくれる。村中、私を迎えに来てくれたのね。カズオ君はどこ？あんたは関係ない。どこかよそへ行っててくれ。嫌だと言ったら？それなら二人まとめて痛い目見るだけだ。どういうことなの？答えなさい村中。クソガキが、いつまで猿芝居してやがる。違うわ、これは芝居なんかじゃない。本当に私はカズオ君と体が。うるせえ。どうだ、これ以上痛い目見たくなけりゃさっさとその気持ち悪い芝居をやめろ。違うの村中、本当に私はカズミなの。 Well, he's sticking with it. おお、まだ続けるのか。その化けの皮いつまで持つかな。ほら、どうだ、さっさと謝っちまえよ。違う。は？私はカズミよ。このガキ。そこまでだ。ああ、この一件俺には全く関係のない話なんだ。女に手あげるやつを見つけるわけにはいかねえんでな。キリュウさん、あんた町のもんじゃねえな。今のうちにさっさと消えてればよかったのによ。部外者が余計なことに首突っ込むとどういうことになるか。いい勉強させてやるよ。That's how you do that one. Shit. Okay, I'll take it. Kiryu-san! Just Kazuo-kun? What happened? That wound? And this one? Great, she ruined it. するなって。でもキリュウさん、あんたなんで俺を助けてくれたんですか？全部芝居だったってことあんたは知ってるだろ。なのにどうして。散々痛めつけられてない。お前が気が付いたって言い張るもんだからな。ちょっとだけ本当にこいつはカズミなんじゃないかって思っちまっただけだ。命張った嘘ってのは本物になることがある。たまにだけどな。キリュウさん、 As my squeaky ass chair ruins the cutscene. で、お前らこれからどうするんだ。このお芝居、
これからも続ける？続ける。もし村中がまた俺に手を出してきたら、また桐生さんを呼ぶぞって言うしな。勝手にしろ。助けに行ってやるかは別の話だがな。でも、いつまで続けたらいいんだろう。そうだな。俺は一生続けてもいいけどね。え？和美となら一生嘘をつき続けてもいい。それでいつか二人の本当にしていこう。カツオくん。そういうのは二人きりになってからやれ。すみません。じゃあ俺はもういいな。本当にありがとうございました、キリュウさん。感謝してるよ、本当ありがとな。迷惑かけましたな。あんた見てたのか。ええ、一部始終。二人ともそれなりに腹くくってるみたいですな。あんた全部分かった上で二人を試していたのか。さっき俺が止めに入らなかったらどうするつもりだったんだ。さてどうでしょうね。ま、あんたはきっと止めに来るだろうと思いましたよ。Dick. 考えてることが同じやつは見ればわかるもんです。食えねえ人だ、あんた。これからもあいつらは試され続けます。邪魔するんならいつでもどうぞ。いや、あの二人はきっと大丈夫だ。そばにあんたもついてるしな。そりゃどうも。まったく、年を取ると面倒事が増えますな。ああ、まったくだ。もういい加減にして。Okay. ごめんなさい。でも、そんな半端じゃやっていけないの。そんなことあんただって分かってるでしょ。分かってます。ただ最後に先輩に会ってお別れを言いたくて。そんな浮いた気持ちなら東京に連れて行けないよ。あなたはこれから東京でアイドルになるんだよ。あの子、東京でアイドルに。でも本当にアイドルになりたいと思うなら、余計な未練を残さないようにこの街を出ること。アイドルに恋は禁物なの。忠告はしたよ。おい、大丈夫か。東京で芸能界に入るんだってな。え？いや、盗み聞きする気はなかったんだが。みっともないね、私。こんなところで泣いちゃって。俺でよかったら少し話すか。一人でただ泣いているよりは考えもまとまる。まあ、I've gone like 5 feet towards the actual mission objective here. ありがとう、おじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。Not gonna lie. ミサって言います。キリュウさんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。誰だって年頃の娘が泣いてれば気にはなるさ。いいから何でも話してみろ。何か揉めてたようだが。さっきいた女の人は東京の芸能事務所の方で、
私のマネージャーになってくれる遠藤さんです。その遠藤はえらく怒っていたようだが。当たり前の話なんだけど、アイドルになったら恋愛禁止ですよね。そのことで叱られてたんです。恋愛禁止。私ね、あるオーディションに受かって急に東京の事務所に所属することが決まったの。でも今になって気づいちゃったんです。私、幼馴染の先輩のことが好きなんだって。 But does 先輩 notice you? レッスンも頑張ってきたのに、先輩と離れると思うと迷いが出てきちゃって。そうだったのか。でも私がアイドルになること、一番応援してくれてるのがその先輩なんです。先輩にはオーディションを受かって東京に行くことを誰よりも先に報告したくらいで、親も周りの人も私の夢を分かってくれなかったのに、先輩だけが私をかばってずっと応援してくれたんです。なるほどな。だから東京に行く前に先輩には私の気持ちを知っておいてほしい。そしてもし先輩が OK してくれたら、東京にはまだその時にならないと分かりませんけど。遠藤ってマネージャーが怒るわけだ。自分でもバカだなって思います。アイドルになれるかどうか大事な時に自分の気持ちを抑えることができなくて、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいいのかな。Why don't I help you forget about him? Let's not say we didn't. それでもその先輩と会うべきだろうな。俺がお前ならそうする。そうなんですか。年を取ってから一番後悔するのは、やろうとしたことをやらずに逃げたことだ。多分な。そっか、そうなのかな。私、やっぱり先輩に会いたい。このまま東京には行きたくない。そうか。そう言うだろうと思っていた。女が人に悩みを打ち明けるときは、大抵自分の中で答えが決まってるときだからな。そうか、だから私に声をかけてくれたんですね。ありがとう、キリュウさん。話聞いてくれてちょっと気が楽になった。いいんだ。じゃあ俺は行くが、もう大丈夫だな。はい。Yeah, that's probably gonna be one of those things that I gotta check out on later. Oh, wait. Hang on. That was Misa. Then the man on the sofa.あいつの憧れの先輩か。あの、私どうしても先輩に聞いてほしいことがあって。急にどうしたんだよ、ミサ。聞いてほしいことって。あの、中学の時私がアイドルになりたいって言い出した時のこと、先輩覚えてます？ああ、覚えてるよ。テレビで沢村遥の引退ステージ見たからだよな。それでアイドルになりたいっつって。ミサがアイドルに憧れたきっかけは、ハルカのあの。Again, Haruka clearly said, Kazuma Kiryu is my father. 私のこと笑ってバカにしてたけど、先輩だけは違いましたよね。それからもずっと応援してくれて。Still doesn't recognize. Oh hey, a Yakuza-looking guy named Kiryu. 先輩のこと。これ以上俺がここにいちゃ、野暮ってもんだな。気づかれないうちに離れるか。ん？おおおお、なんな
や、踊れ。見せつけおるの。こがなとこで乳くれようて、何のつもりじゃ。何です。ちょっと、今大事なところなの。あっち行ってよ。勝手に見せつけようて、あっち行けだ。そいつはわしらに言うたんかの。おお。ほっとくわけにもいかねえか。おお、男の方に用はないで。姉ちゃんだけわしらに付き合えや。ほうじゃ、踊れは邪魔じゃ。痛い目合わんうちに消えるんが利口じゃど。わかりました。すいません。先輩。いや、ミサさ、この人たちもそんなに悪い人じゃないと思うし、俺来年受験だから怪我したくないし。ウィンプ。ちょっと、本当ごめんな。先輩。やだ、置いてかないで。姉ちゃん、ええからほっとけ。彼氏、あんた捨てて逃げよったんで。あんなんよりわしらと楽しもうや。いや、絶対に。Well, on the plus side, nothing stopping you from going to Tokyo now. あんじゃおっさん。おう、邪魔すんなこら。消えろやおっさん。邪魔なのはお前らの方だ。間が悪いにも程があるぜ。この子をナンパしたけりゃ俺が相手になる。なんじゃこいつ。くそ、しゃあないわ。すぐに後悔させたんで。おら、死にさらせ。He got back up in the middle of that. Chito, wait, Osa. Washa, Hitori, Tanore. So, come on, Mr. Kuru. More, Juven, the show. Endo, son. Nani, do you got a? What a bitch.彼らには私が頼んだのよ。ミサの告白を邪魔するようにってね。何？案の定、憧れの先輩は臆病者の本性を見せた。これで恋の病も治ったでしょ、ミサ。遠藤さん、私東京に行く荷造りまだしてないんです。これから急いでやらないと。そうだね、それがいいよ。ミサ、もうあの子に近づかないで。桐生一馬さん。あんた俺のことを。I'm more surprised she doesn't。 そうだったんだ。この業界であなたの顔を覚えている人は多いわよ。沢村遥引退の原因になった元ヤクザでしょ。なんであなたがこの町にいるかは聞かないけど、もうミサには構わないで、このまま未練なく東京に送り出してあげたいのよね、先輩。何？まさかお前もこの茶番に一枚噛んでいたのか。ええ、そもそもこの筋書きを書いたのは全部この僕です。Why are you involved? 遠藤さんもそれに従ってくれただけなんですよ。たく、偉い目に遭うたわ。
みんなごめんな。今度飯をおごるから、それで勘弁してな。おいじゃあの。説明してもらえるんだろうな。説明になるかどうかわかりませんけど、僕は誰よりもミサを応援してきました。彼女がどれだけ厳しいレッスンに耐えてきたのかも知っています。だからこれからアイドルになる彼女がこんな僕なんかに告白しちゃダメなんですよ。彼はミサが自分の気持ちに気づく前からずっとミサのことが好きだったのよ。それじゃあお前はミサの夢のために自分から悪者になって身を引いたってことか。あいつの夢を邪魔したら僕は後で自分が許せなくなります。 90% sure there's a less intricate way of doing that。 もし僕がミサと付き合ったとしてもいつか彼女もきっと夢を諦めたことを後悔する。ついこの間遠藤さんからミサの僕への気持ちを聞かされて、正直すごい嬉しかった。だから演技だとしても彼女からの告白を断って傷つけるなんて僕にはできそうになかった。それでこんな茶番を。僕がミサに愛想を尽かされれば彼女は傷つかずにまっすぐ夢を追うことができる。僕は彼女にどう思われたっていいんです。それで全部うまくいくなら。好きな女のためとはいえなかなかできることじゃねえな。キリュウさんでしたよね。もしこの後彼女に会うことがあってもこの話は内緒にしてもらえますか。俺の本音を言えばありのままをミサに伝えてやりて。だがどうやらよそ者の俺が口出す話じゃないらしいな。ありがとうございます。それじゃあ。ありがとう、キリュウさん。これはほんの気持ちよ。口止め料か。ただの気持ちだってば。でもあなた、有名な極道って話だったけど、思ったより話せる人でよかった。そうか。あんたも見た目よりは優しい。ミサのこと、面倒見てやってくれ。もちろん。そういや、ミサはどこに行った？ショック受けて走ってったきりだが。ん？ミサ、いつからそこに？おい、待て！I kind of figured she was going to be like right in range to have heard all of that. Why would I use this if I have that? Okay, what's the thing?
Ooh. That's a nice one. I'm not gonna lie. I completely forgot I had the parrying ability. ミチオ君の着ぐるみの頭ですね。オノミチオ。はい。オノミチの新マスコットとしてゆるキャラになります。ゆるキャラ?あれ?ゆるキャラご存知ない?いや、なんとなく。こんな感じの I mean, the mascot's not that far in a concept. はい。実はこのミチオ君の中に入る予定だったバイトが逃げ出しちゃったんですよ。 ちょっと言葉遣いを説教しただけで全く最近の若者ってのはたるんでますね。ほう。でも実はこの後イベントがあってそこにミチオ君を登場させないといけないんです。困ったな。中の人がいないと出られないしな。お前が入ればいいじゃねえか。いやいや、僕は取り仕切る側ですし、僕がいないとイベント自体が回らないんですよ。 それにミチオ君ってゆるキャラとしては結構でかくて、しかも重たいんですよね。だから背が高くてがたいのいい人じゃないと。おじい、I wonder who。でもそんな背が高くて屈強そうで暇そうな男の人なんて今から簡単に見つかるわけ。うん。うん。 いやな予感がする。あ、ちなみに俺は入らないぞ。いやいやいや、そこをなんとかお願いしますよ。ミチオ君の中に入れそうなでかくて屈強で暇そうな人なんてもはやあなたくらいしかいない。お前失礼だな。お願いしますよ。ちゃんと相応のお礼は出させていただきますから。それに、 イベントを楽しみにしている子供たちがたくさんいるんです。彼らの笑顔、がっかり顔にするなんて嫌じゃないですか。だからお願いします。子供たちの笑顔を守ると思って。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。Fine。Help you out。少しだけだぞ。 ありがとうございます。ミチオ君。俺はまだミチオじゃねえ。キリュウだ。キリュウさん、私はプロデューサーのヒロナカと申します。よろしくお願いしますね。全員は急げ。まずは小野ミチオ君の中に入りましょう。ではこちらへ。うん。パーフェクト。ぴったりじゃないですか。なあ。 やっぱりやめないか。何を言ってるんですか。こんなにサイズぴったりの人なかなかいませんよ。<笑>
重い気圧、息苦しいな。これは逃げ出したくなるのもわかる。まあそう言わずに尾道奥は尾道のシンボル、アイドル、象徴なのですから。大体このへんてこなキャラのどこが尾道を象徴してるんだ。ええ、見てわかりませんか。瀬戸内を代表する名産、八朔を モチーフにしたチャーミングなお顔。おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的食べ物、 尾道ラーメンの帽子、美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして尾道おくんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服、全てがこの美しき町尾道を象徴している完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わない。 Looks like if the hamburger was specialized in ramen. かっこいいですよ、キリュウさん。いや、道夫君。で、俺具体的に何をすればいいんだ。もうすぐ子供たちがやってくると思うので、まず最初はファンサービス。遊んであげてください。ただし、くれぐれもキャラクター性を乱すようなことはしないでくださいね。キャラクター性？尾道一夫君は尾道に住む漁師という設定です。なので、 基本的に海を愛する渋い男のキャラです。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的に挨拶には「ミチ」をつけてください。ミチ、こんにちはミチ、よろしくミチ、というような感じです。では練習してみましょう。よろしくミチ、3、はい、よろしくミチ。そうですそうです、今晩はもっと元気よくお願いしますね。それと、 何か困ったことがあった時に使う口癖が設定されています。困った時はOh no と言ってください。練習しましょう。3、はい。Oh no。エクセレント。ちなみに英語のOh no とOhのがかかってます。洒落てるでしょ。どう考えても滑ってるだろう。そして最後に、 I can only imagine Kiryu's rolling his eyes more than that mask is. Kime pose des. Kime pose. Oh no. Michio. Konna kanji de onegai shimasu. Koujou no toki ya shimeru toki ni tsukau koto ga ooi desu ne. Yaritaku nai ze. Ma ma sou iwazu. 子供たちの笑顔のためですから、行きますよ。3、はい。おの。キリュウさん、完璧ですよ。間違いない。あなたこそがおの道夫です。嬉しくねえよ。<笑>お、そろそろ子供たちが来る時間だ。じゃあ、そんな感じでよろしくお願いしますね。 他の設定は結構ガバガバなんで、なんとなくそれっぽくしてもらえればOKです。丸投げもいいとこだな。大丈夫、キリュウさんこそが尾道夫です。お、来た、よろしくお願いしますね。うわ、尾道夫だ。すごい、本物だ。 初めて見たよ、尾道奥。意外と人気あるじゃねえか。仕方ねえ、一肌脱ぐか。ようガキども、俺こそがチャーミングな八朔フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、 キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ、オノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、オノ。ミクラ。 I was just fighting Yakuza earlier. かかってこい。 おお、かっこいい。
すごいぞ。セリフ完璧だね。まあこんなもんだ。よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前らよろしく、ミチ。バーイ。よろしく、ミチ。よろしく、ミチ。やれやれ、ゆるキャラってのも大変なんだな。ルミチオくん、おりゃおりゃ、ビシバシゲシバシ、おりゃおりゃ。おうノー、わーい、言ってくれた言ってくれた。おうノー、おうノー。なるほどな、これを言わせたいがための前振りだったわけか。遊んで遊んで、みちおくん。みちおくん、そろそろメインイベント、トークショーの時間ですよ。トークショー？そうです、そうです、ここからが本番。こっちに来てください。 I have no idea what the hell is going on right now. はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。元気がいいですね。本日は尾道夫君トークショーにご来場いただきありがとうございます。わー、おい、こんなトークショーまであるなんて聞いてねえぞ。あれれ、言わなかったでしたっけ。いやいや、でも盛り上がってますね。どうすんだよ、尾道夫がどんな趣味嗜好かなんて俺知らねえぞ。大丈夫です、結構設定が変わるですから。 This is gonna be bad。 いければいいのでお任せします。じゃあ僕は行きますんで、トークショー楽しみにしてます。くそ、後で覚えてろよ。それではご紹介しましょう、我が町のヒーロー、小野みちおくんです。みちおくん、よろしく、みち。さあ、今日は皆さんからみちおくんにいろんな質問をしてもらえればと思います。じゃあ質問したい人いるかな。はい、はいはいはい。じゃあそこの君、何でも聞いていい。ああ、可能な範囲で答えよう。みちおくんは好きな食べ物は何ですか。 What's that 5-year-old kid sound 20?好きな食べ物か。Favorite food, sexy boy. 尾道ラーメンだ、道。ああ、やっぱりそうなんだ。僕も尾道ラーメン大好き。よかったね。さあ、The kid's got more testosterone than Nagumo.ガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。なんだよあいつら、怖いよ。子
供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ。助けて。おい。あ、なんだお前、ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか。意味わかんねえ。流行んねえよそれ。Am I seriously? だがな、ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりは。 Is this gonna happen? あ、なんだと。やんのか、ゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ壊すぞ。 Yeah, yeah, this is happening. Wasn't trying to do that.Hang on, I gotta check. So, L1, right before it lands. Okay, so the timing's gotta be like precise there. You can't sound badass when you're wearing that.運が悪かったんだよ。お前らは今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。 That's not child friendly.いや、その尾道は喧嘩が得意でな。かっこいい。すごい。え、超かっこよかったよ道夫くん。すげー、かっこいいよ、強い道夫くん。守ってくれてありがとう道夫くん。かっこいい。
そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。道夫君はもはやゆるキャラじゃない。私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺所詮何の変哲もない。ただのゆるキャラだ。みんな、道夫君にお礼を言いましょう。さん、はい。ありがとうございます。どういたしまして、道。じゃあ最後、道夫君、締めてください。しょうがねえな。よし、行くぞ。チャーミングなハッサクフェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたなういオノトレーナー、そう俺こそが尾道の象徴、オノミチオだ。ミチオくん最高。いやあ、本当にありがとうございました。おかげさまでイベントは大成功でした。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。結果素が出ちまったが、あんな感じで大丈夫なのか。はい、逆に桐生さんの素の部分が融合して道夫君のキャラクター性が高まった気がします。実はさっきのイベント、ネットでも配信してたんですけど、すごいアクセス数なんです。こりゃ道夫君絶対人気出ますよ。おお、それよかったな。はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。まあこれから忙しくなりそうだぞ。じゃあ桐生さん、またよろしくお願いしますね。それでは。ああ、またな。またI'm gonna take this one slow because I really want to learn the timing for the parry. Whoops.気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。Okay, how 400 for star and book. The two that I get the least of.Hang on. Where's the...
Oh, it's right there. I'm still not doing too bad. Well, that was quick. That's done. I think. How did you miss? Oh, that was a cool one. Did he have 10,000 yen on him?
間食っちまった。Where's the? Ah, he's all the way over there. I can wait.私何も聞いてませんでしたから。なら何で逃げるんだ。Definitely heard all the things. お前が混乱してるのはわかる。ある意味じゃみんなお前を騙してた。だが聞いてくれ。何も聞かなかったことにして東京に行け。それがお前の先輩や遠藤の望みだ。それじゃ桐生さんもあの人たちの肩を持つんですね。そうなるな。ねえ桐生さん。なんだ。私ね、先輩が私を置いてチンピラから逃げるような人なら最初から好きになんかなってない。バレバレなんだよな先輩ったら。すぐおかしいって思ったから帰ったふりして様子を見てたんです。アイドルになるんだったら演技も上手じゃないとね。でも嬉しかった。先輩が私のことあそこまで考えてくれてたなんて。私、頑張らなきゃね。今度こそ、決心がついたよ。ああ、それにあいつも、お前がアイドルを目指すから、安心して送り出せるのかもな。え？アイドルに恋愛は禁物なんだろう。なら、私が芸能界をやりきるまで、先輩は私のこと待っててくれるかな。あいつなら、ダメだと言ってもまず気がするぜ。だといいですけど。じゃあ頑張れよミサ。応援してるからな。あのね桐生さん、私にとってアイドルになることは夢の第一歩なんだ。本当言うとアイドルを引退するときにやりたいことがあるんです。ん？ドームの大観衆の前で最高のパフォーマンスをして電撃的な引退宣言をするの。そして全国のお茶の間を驚かせて惜しまれながら表舞台を去るんだ。 So she wants to do the full Haruka. 冗談だろう。さあどうでしょう。経験者としてはどう思います？キリュウさん、やめておけ。後の始末で周りのもんまでえらく大変だ。マスコミに追いかけ回されたりしてな。やっぱりそうなんだ。ああですよね。Remember how I was saying, oh man, there's no way I'm gonna get 400 of the star. Never mind. I might. Okay. Kiryu-san, desu yo ne?あんたは瀬戸内ウォーリアーズの。はい、瀬戸内ウォーリアーズの千葉っす。先日は助太刀ありがとうございました。いや、むしろすまなかったな。あんな騒動になっちまって。で、俺に何か用か。実はまた桐生さんに助太刀に来てもらいたいんすよ。I was planning on getting off for the night. 人数が足りなくて試合ができないんす。今まではチームの要のイーノさんがそういう時に選手を集めてくれたんすけど、イーノさん最近すごい忙しいみたいで、
当分うちのチームには顔出しできないっす。だから僕は代わりをやっているっすけど、思いつくのが桐生さんしかいなくて。そうなのか。さっき大量離脱って言ったが、原因は何なんだ。言いにくいんですが、この前の桐生さんたちの喧嘩騒動ですね。So you're asking me? あれで怖がったメンバーや怒った主力メンバーが大量に他のチームに抜けちゃって。申し訳ない。まあ、南雲さんたちを出禁にしたみたいっすから、もうあんなことにはならないと思うんすけどね。それで助立ちの件なんすけど、お願いできないっすかね。俺も他にやることがあるからな。最初は断ろうかとも思っていたんだが、その人数不足は俺の責任もあるようだしな。わかった。協力させてもらおう。あざーす。それじゃあ野球場でお待ちしてるっす。Okay。わかった。Okay, but I don't have to do that right now. That's the important thing. Okay, apparently you can only do one at a time. Do I have one of those? Yeah, I got it. So, これです。ありがとうの。Okay, and then to the shrine. Okay. Yeah, I'm going the right way. Do one thing at a time.した隙にうちの子がおらんようになってどこ行ったんじゃろうか。うちの電話番号を教えるけ、もし見かけたら教えてください。わかった、任せろ。やっぱりカバーとかつけた方がいいかね。I don't know what the kid looks like. How am I supposed to know? All right. Let's
felt something vibrating the controller a little bit back. So I went back to see if that was it. I was wrong. Can't do this right now. As soon as I'm planning on stopping, I start tripping over side quests. As interesting as this is, I'm supposed to be finding a kid. して悪かった。あ、え、なんで？ちょっと待って。ん？私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？まあ、なあ、I'm good。お前迷子か？うん。よし、親に連絡するか。おかげで助かりました。ありがとうございます。 There we go。
Where? I gotta come back to that one later. How the hell did you get there? Wait, there's a... How did I pull him up through that? No, wait. No, 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 no. No! I'm like right there. That's not a problem at all. One hit. Okay. Okay, just
suspiciously standing there like an enemy. But he's totally legit. Good enough. Alright. I gotta make sure to get a bunch more of those. Yeah, I don't think I have any more keys. Anyway, I'm gonna call that it for tonight. Because it's like 9:20 right now. I wasn't really planning on playing this like this long. So yeah. Also, I haven't actually eaten dinner yet. So let's get on that.